どうもこのでですロです今日はマーゼルが「音楽の日」に出演したのでそちらの感想とあと TikTok 投稿についても話していきますいやあさちょ,っとちょっと最新のニュース、まあ、ニュースっていうかさ最新の話で言ったらこのさうちゃん直哉のさアイドル来たね。ねえめっちゃ可愛いね。 そうてかもううちらさずーっとてかめっちゃ一生言ってたじゃんなんかコラボしてみたいなうん,うん、うんうん、マジでありがとうってなったもんねえもうさだって BMSG の究極のアイドルわかるみたいな <laughs> ね<え>そういやマジでほんとそうってなったもん b e ファ r s t 内に直哉みたいなタイプいないじゃんまあまあそうねうんうんそうそうそうだからなんかおもろーみたいな 確かに確かにそうだねグループ間を超えるからこそできるこのやつだもんねうんいやどっちもアイドルだわしかもさなんかちょっと違うタイプなのもいいよねいやそうなあとさりゅうちゃんが思った以上に大人になったなって思ったよね, <laughs> ね定期定期のやつかなこれ <laughs> いやそう定期定期ポストいやそうなんかわかるだってまだりゅうちゃんのほうがもちろんさまね、あ、だから直哉くんのほうがね年上なんだけど でもなんかりゅうちゃんにお兄さん味も感じるこの感じわかるわかるねうん、うん、直哉が若いまであるよなんか <laughs> パッと見いや直哉くんマジ若いよね直哉くんめっちゃ可愛いよねてかね直哉くんの動きの細部の可愛さなんかこうこれもまたさその可愛さの度合いがちょっと強めで良きみたいなあ、うん、確かにねそうなんなんか分かるちょっとしたさなんか手の角度とか ま、腰のくねり方っていうのかな,なんかなんかちょっとやっぱり直やくんの方がやっぱなんかなんて言うんだろう可愛みがなんか増してるよねいやそうなんだってさくるくる回るときこんなペンギンさんの手しますっていういやしません <laughs> いやしない <laughs> そうなん <laughs> そう,そう,うん。<laughs> <laughs> またさこうさくるくる回る前にさ下ろす手の仕草もめちゃくちゃあの48で見たことあるような動きでわかるわかるそう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 スチュンみたいなさ<う>シャキーンみたいなこうアミちゃんみたいなさ <laughs> <に>感じですごいい、ね、い伝わらんそれ見た目しか伝わらん <laughs> ピン <laughs> <laughs> アミちゃんのポーズの話しとか、ね、<laughs> 変身後のでそれ伝わるこれ,それ動画音声だけで伝わりますかそれ <laughs> 伝わりませんこれも伝わりません <laughs> そうねいやでも分かる分かるそか細部にねなん,かなんか宿ってるよね何かが宿ってる宿ってるいやだからすごいんよなんかりゅうちゃんがやっぱこういうのニコニコやってんのも可愛いしなんかやっぱ多くはないじゃんこういうやるこういうのやってくれるそうだねそうだね なんかすぐパッと浮かぶの技だみたいな感じなんだけどうん、うん、そう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 なんかブルピンとかもあったけどブルピンは結構かっこいいしと思ったらそうなんかこういう究極なアイドルみたいなのさあ、うん、いいねみたいないい最後猫耳みみしちゃうもんねやっぱ直くんと一緒だからちゃんとなんか振り切れてやれてるんかなみたいなうんうんか同じ 同じ感覚の持ち主だとさすごい威力発揮するみたいなのがあるじゃん一 <laughs> か <laughs> そう <laughs> 一人だとちょっと恥ずかしいけどみたいなまりゅうちゃんならやってくれそうな気はするけどなおやくんと一緒だからこそなんか良いみたいなのはあるね <laughs> あ,あそ,うそうそうそれそれうんかるわかわいいわマジで BMSG の究極のアイドルだよねほんとかるわ、うん、いやーマジでナイスいいキャッチフレーズだよねえだからこれを皮切りに まあこういう女性らしいダンスみたいなんさ、まあ、世の中にたくさんあるからなんかこの2人ももちろんそうだし、まあ、ハヤトく君とかも入ってもろてそうねうんいろいろあるよいろいろできるじゃいやマジでマジでいろいろできるよねこういう日本のアイドルのやつもいいしすごい韓国の k p o p のトレンディーなやつのアイドルらしいやつもいっぱいあるしみたいなわー、うん、いいね夢膨らんだありがとう ねでもまずはその一発目にそのアイドルを持ってきたのもマジで素晴らしいねうんうんうんであの TikTok 投稿的にはさこの真ん中の画像このさこれもさ我々さ見たいね見たいねって言ったさマジで来たよねねしかもされいちゃんがミッション踊ってくれてんのやばいねもうなんかみしょみしょといえばやっぱこの4人からスタートしたからさ うんうん、なんかやっぱりなんかもう本当に胸がギュッとなるねねえなんなら「おかえり」って言ってる方いらっしゃるわ、はあ、そうだねねえエモエモやっちゃうこれはでれいちゃんのチャンネルの方にはラン君と2人でやってるミッションもあるね,ねえそうなんなんかこの2人は2人でエモいに決まってるからさ <laughs> ね<え>。決まってる決まってるうん <laughs> 需要分かりすぎとるんよ やばいねてかさそれ全部さなんか我々とかまあもう皆さんもね、まあ、望んでたことだと思うけど我々も本当動画内で言ってたじゃんこのれいちゃんを入れたこの4人ミッションミッションの最初の4人でも見たいしランレでも見たいしみたいなのがさもう続々と叶っとるからやばいよねねえやばいよねーうーんいや最高なんかちょっと特別な感じだよね本当にいやー本当にそうよ でまあ、続いてね「音楽の日」の話をしていきたいんだけどマーゼルはさあの次世代ダンスボーカルグループのさコーナーであのダンスパフォーマンス披露してるんだけどさんか次世代の若手3グループがダンスコラボでさその3組同時のパフォーマンスだったけどなんかさ見応えすごくなかった。 いやそうなんなんんかさ、まあ、正直ね、あのー、結構ほらそうなんか次世代だから、まあ、ちょっとさらっとやって紹介かなとか思ったら結構がっつりやってくれてなんて言うんだろう,うん、うん、本当にちゃんとアーティストをリスペクトしてる感じも伝わってきたしそのコーナー自体にうん、うん、見せ場もたくさんあったからいやすごいなってまあまずだけじゃなくてサイキックフィーバーも DXT もなんだけど本当よかったよね。ねいやなんかよかった またさ色がさこう分かれてるっていうのもこう多分さ知らない人が見てもパッと見てなんかちょっとさ分かりやすいじゃん違いが分かりやすいっていうかグループどういう人たちがいるんだろうと思ってもさ、うん、同じような衣装だったらもう訳分からなくなるからさ、うん、なんか衣装の色が違うっていうのもすごい分かりやすくてあマーゼルここにいるってなんか分かるじゃんこうばらけててもあー確かにそうだそうだ言われてみたらそうだ自然とそういう感じになってたわそうそうそう だからなんか本当全体的にマジ見やすいし面白いし尺も結構あったしみたいな、うん、そうだねそうまたさなんか自分たちの曲っていうやつかなともちょっと思ったりもしたんだけどなんかそうじゃなくて本当にダンス曲披露って感じだったじゃんうん,なんそれも良かったよねよかったそうだね選曲もめっちゃ良かったわねであとさ見て思ったんだけど ピンクヘア女みたいな <laughs> ピンクヘア誰や、うん、すごい目立つかっこいい人おると思ったらナビ君でプルプルプルリンってなったん <laughs> そうだね懐かしいいやでもそういやそうなんか俺最初誰だろうって思ってそうナビア君って分かった時の衝撃やばかったもんいや分かるピンク分かっとるねみたいな <laughs> ねピンク分かっとるナイス しかもすごいなんかあの究極のアイドルと全く違う動きしとってダンスマジバチバチですごいかっこよかったんだけどいやそうなんだって最初そのねあの各グループでさ紹介メドレーみたいな感じでブルーノ・マーズの曲でさあのやってたんだけどそのマーズで出てきた瞬間センターだったじゃん直也くんえーみたいな分かっとるね華やかだね華やかでその真ん中はさ ラン君とタックンでっていうのそれも分かっとるしみたいな分かる分かるよ我々が48から来てるからかもしれないけどなんかすごく分かるフォーメーメションだよね分かる分かるいいよねうんっていうかそう直哉くんさ本当になんか直哉くんもさダンスめちゃうまいよねいやうまい、うん、ね結構ここまで激しいのってなんか久々に見たというかささすがだなってやったじゃんなんなら ここまで激しいのあったっけぐらいの。なんか。そうだね。うん。うんうん。でさ、そのブルーノ・マーズの曲が終わった時に、みんなが下にしゃがんでるけど、ラン君と、その、ケン君と、DXT のケン君と、あとサイキック・フィーバーの方がさ、なんか、選ばれし3人だけがさ、立ってて、みたいなさ、やつで、その演出もめっちゃかっこよくて。うん、いやー、よかった、ここ。でそっからさ、あの、クリス・ブラウンの曲やるけどさ、 うん、マジ選抜三3人がこの踊る感じもめっちゃかっこよくてなんなら最初ラン君がさダンスじゃんうん真ん中でねねーすごい良かったよねいやそうだから各グループから一人ずつ選ばれてる感じでラン君っていうのもそれもまた分かるしね分かるいやそうなうまーみたいなそういやなんかここにもちょっとグッときたわーねでその次はさまた直哉くんと竜樹 竜樹くん君って龍樹くんのこのキャップ私ほんとマジ好きなんだけど <laughs> 似合うよねいやそうなんな竜樹くんってさ普通に髪の毛下ろし取ってもかっこいいけどこのキャップの感じもまたなんか良きって感じだねなんかあれなんかねダンスするときはキャップみたいなのあるんかねもしかしたらああがっつりダンスモードの時はみたいななんかでもちょっとそういうのありそうだよねあなんかわかるかも ね、ごめん、ちょっと違ったあれだけど、うん、なんか雰囲気がそういう感じな気がするみたいな。 うん,うん、うん、そういや龍樹くんもまじうまいってかさ龍樹くんってほんとほらトロフィーの人,ーの人だからなんか <laughs> あのね TikTok とか見ても龍樹くんのつ見てもう、えー、すぎてトロフィーってなるよね <laughs> <laughs> そっちのトロフィーな,いやなんかさマーゼルさダンス名多いから忘れがちなんだけど龍樹くんほら最初のさミッションミッションで紹介された時もうすごいなんか大会のなんか1位とかの人だから <laughs> いやそう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  いやすごいなん,かなんかダンスの厚さマーゼルのやばってなるよねわ、うん、かるわめちゃくちゃわかるわねそうなんうんグルーヴ感じるよね龍樹くんのダンスねやばい、ね、感じる感じるうんそりゃさなんかどうですかマーゼルどうですかみたいな街頭インタビューしたくもなるよね龍樹くんこんな上手かったらいやいやそれ「VIVIT」の MV だから <laughs> <laughs> やってない龍樹くん別に個人的にはやってないか個人的にはやってないけどもうそうやっていいよもううま <laughs> すぎるもんねうま <laughs> すぎてマジででそのさその龍樹くんと直也くんのパートの次はさ今度のさそのカ,メラカメラ的には右手に行ってあれ海竜くん真ん中ってなるん分かる海竜くん真ん中はマジでなんかエモいよね いや、エモい。これもマジですごい良かったもん。なんかさ、めっちゃ努力したんだろうな、みたいな。なんていうのその、うん、三次審査から努力したんだろうなっていう思いなんねいや,いや、すごい過去から遡るな。やっぱそうじゃんね、ザ・ファーストのね、三次審査から、うん、って思ったら、ね、こうやって真ん中張って堂々とされているかっこよさみたいな。そしてさ、カイリュウくんちょっとハーネス見やるタイプの衣装でさ、なんか、あの、 結構珍しくない ?BMSG ってハーネスっぽいのあー確かにあんまりお召し物にハーネス味はあんまないもんね今までねそうまあごめんちょっと追い切れてないのも多分あると思うんだけどなんか私がこう見たやつではあれれ、うん、みたいなこれちょっと k p o p 味あるじゃんいわゆる衣装的にもまあそうだねうん それも込みで、おやおやみたいな <laughs>。ハーネスメンバーが現れたかと思って、よしよしってなっとる確かに確かに。<laughs> この丈の短い感じとかもそうだしね、ジャケットのね。ああ、そうそうそう。ね、<うん S 1> ジャケット丈短いはマジでそうだよね。いや、そう、いい。いや、そうなん。いや、なんか本当に、ね、何回も言ってあれだけど、やっぱりカイリュ君ってどうしても歌面みたいなさ、なんかイメージ、やっぱ強かったけど、ダンスでもガッと前に出せるっていうさ、うん。いや、カイリュ君って、カイリュ君ってなるん。 ねーでその海流くんが真ん中にいるところでは、まあ、生徒とさあと隼人くんもいてもう隼人くんはさもう持ち上げながらさ持ち上げとる隼人がみたいな <laughs> そうだね <laughs> うんすごいってなったもんこれあれかディクスティンのコウシンくんを持ち上げてるのかあコウシンくんそうコウシンくん登場ご登場だったのかそうだねこれコウシンくんだったわうんわすごっ。 まあそうだよねキータロさんはマジ余談だけどさあのケンくん目立ってるあたりで泣いとるもんねそうそうあのラン君ケン君であのサイキックフィーバーの方と3人の選抜の時にマじ泣いとったからラン君にもグッと来し <laughs> ケン君押してたから最初そうケン君ってなったから <laughs> <laughs> でその後さ DX チーのこれ太一さんかなセンタターにクと 英気さんで挟むけどさマジここも激しいダンスでいいよねうん、うん、いやマジで暴れとったねでしかもさラン君と生徒がその後さ暴れ倒すじゃん急にさダンスバトルみたいな雰囲気になるわけだけどうんなんかラン君はこはも,もうポップなんでしょもうすごいし生徒さマジブレイクダンスこんなやばいんっていういやそういや思ったすごいよね そういやここもいいとこだったねラン君生徒のねそう結構完成もおーおーみたいなさ感じだったじゃん、うん、そうだねいや結構持ってとったよなんかさその今までに内容素は急に2人バッてきたからおもろかったよね、うん、いやそうやっぱこのダンスバトルっていうかな,んかならではやれば湿勤さんの構成最高じゃないうん、うん、そうだねいいこのなんか一つの曲でいろんなものを入れてきてくれたみたいな そうだね、うん、これすごいじゃんこれこんな <laughs> 急に華やかな動きしだされたらさ <laughs> やばいよねいやそうだねやっぱこれポップとかさブレイクとかってやっぱりなんかあんまりダンス知らない人でもおっってなるさやっぱなんか要素っていうかやっぱり見た目も華やかになるしうんうん、なんかいいよマジでいいねでその後はあれかもう全員で踊るみたいなやつかうんここもさ マジセンターなん超良くないいやそう待ってよみたいなそうあれ「たっくんはたっくん待ってちょっとなっとったん?」なんかやっぱり「たっくんちょっとうん、うん、ちょうだい」みたいなとこで最後でこう来たからさたっくん真ん中でそうだね分かるちゃったっくん真ん中な胸やつやちゃううんいやそうな暴れてらっしゃったここでも いやそうなんかさ結構いろんな見せ場があったけど最後このユニゾンでさ全員で踊ってこれ引きで写す感じとかすごい好きなんよ。ねなんか華やかだし大団円でさクライマックス感がめっちゃあったよねそうそうそうしかもちゃんとさ今回カメラマークもさその本編のコラボとかでも思ったけどなんかやっぱ引きとかの絵が多いからちゃんと見やすくていいんよなんかさ分かる無駄に顔のアップとか連続されてもいやダンスでそれはみたいなとこあるじゃん わかるちゃんとわかってるカメラアングルだったかそれもよくてねオーダー入ったんかねいやー多分結構厳しい厳しいとか <laughs> ちゃんとそう多分そういうのも出してると思うね、うん、なんかさ女性だったら下から下なめで写しときゃいいみたいなさカメラアングルも多いわけだけどこういうの欲しいよ <laughs> 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 そう <laughs> これ待ってましただからそう足からこういって顔ウインクみたいなの、ね、いらないのよ <laughs> <laughs> そうだね <laughs> そうだからその全員で踊るねこの圧巻の感じからのしかも最後さたっくんが真ん中でしかもさみんな「こいよ来いよ」みたいなちょっとさ「くんカモンカモン」みたいな感じで最後まとまって最後集合みたいなのもすごいよくて。ね良かったね。いや次世代という次世代って言ってさだからといってさ これからみたいな感じじゃない実力なのがすごくないマジで、今すごい強いみたいな。ああ<ー>、<laughs> ね、そうそう、もう今で、もう今ですらもう第一線みたいな感じだよね。ああ、そう,そうそうそう。それがすごいよね。なんか、なんかさ、あれ、リハの映像ちょっと流れてなかった。この。ああ、そうだね。そう、で、ここのとこだったよね、確か。うん。なんか、結構煽ってたじゃん、湿気さんがさ。 なんかこれ、これで、なんか行くぞみたいなさ、行けんのかみたいな、なんかそういう感じでさ、確か、すごい士気を高めるようなさ、感じやってたから、なん多分、大前提として、この、次世代枠っていうのはあるけど、それで萎縮してんじゃねえよな、みたいなさ、 あそれでいいと思ってんのかみたいなそういう感じ多分あるんだろうなと思ってそれも込みですごいなんか覇気みたいなのうごかったからよかったよねああいいねそっかそっかいやあ漆勤さんさすがだねやっぱそういう気持ちの持ってき方とかそういうところもなんかやっぱ,やっぱみんなに火をつけてるっていうかさうん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 そっかだからまあそうだねいやそうだねなんか次世代ってからもうそうだね次世代じゃないもんねなんならもう。 うん,、うん、うんいやめちゃくちゃかっこいいもんなすでにね<ー>でもなんかそうやってさなんかさっきもね同じような、うん、さっきもちょっと言ったんだけどこうやって見るとやっぱマーゼルさほんとダンスすごい人多いなっていううんね、うん、そうなんか改めてこうやってさなんかいろんなさリレー形式でさ結構いろんなメンバーがさフィーチャーされてなんか見せ場とかあったのを思うと あれマーゼルダンスやばいなみたいなのになってうんうんわかるわかる改めてなんかその魅力をね再確認できたっていうかうんそうだねで以上でね今回はマーゼルの「音楽の日」の出演の感想とあと TikTok コラボについて話していったんだけどいやなんかさすごい良かったねねえ最初にも言ったけどなんか次世代枠っていうやつだったけどなんかマジで破棄すごかったからそれも込みでマジ胸やつ、うん うん、そうだねなんかそれが本当に伝わってきたもんねこっちにうんすごいよねあんなさ緊張するようなさ場面でえてか生放送だったよねじゃないかな、うん、中居君もいらっしゃったしああまあでも生放送っていうよりは割と一発撮りみたいな雰囲気あったよねなんていうのもう流れが完全に出来上がっててなんかぶつ切り感なかったからそうねうんすごかったよね いや、すごかった。マジで目まぐるしかったもん。ねで、そういうかっこいい魅力も出しつつ、究極のアイドルみたいな、可愛さも持ち合わせつつ、みたいな、えー、沼。<laughs> 沼いね,ね。沼いね。だからそれが本当面白いよね。うんうん、そうだね。 だからさほんと BMSG フェスとかでもさマーゼルも結構さ、まあ、新人グループとはいえもうがっつりいろいろ入り込んでくるんじゃないかなと思ったらそれもすごい楽しみだよね。うんそうだね。まあだからさマーゼルの次の活動が楽しみだよね。そうだねホッホッ